ています。セントラルタワーの指令室まで来てください。お待ちしています。みんな、集まってくれてありがとう。僕たちは、この時のために今まで準備を進めてきた。あの日、エアリオタウンを、多くの仲間を、無慈悲な光の刃でこの世界から消し去った。ダークファルスを倒すために。奴は今、セントラルキャノンの一撃を受け、移送空間で自己修復中のはずだ。だが、スティアのドッグでなければ完全な修復はできない。いずれはこちらの空間に現れるだろう。そこを一気に叩く。完成したセントラルキャノンは長時間の運用が可能だ。今の方針なら連続した射撃にも耐えられる。ただ起動から射撃体制が整うまでの時間、これだけはどうしても縮めることができなかった。ダークファルスが現れたら、君たちにはその足止めをお願いしたい。君たちは多くの困難を乗り越え、今この場に立っている。ダークファルスは想像をはるかに超える存在だ。万全の体制で臨んだとしても、何が起こるかわからない。だが、そんな想像を超える何かが起きても、今の僕たちなら乗り越えられると信じている。エアリオ、リテム、クバリス、そしてスティアのアークスが手を取り合って一つのことに挑もうとしている。これは僕たちが知る限りハルファの歴史の中で一度もなかったことだ。ようやく僕たちは一つのハルファになることができた。その関係性をこれからも維持するには、何としてもこの戦いに勝たなくてはならない。みんなの力を僕に貸してほしい。次の指示があるまですぐに戦える体制のまま待機を頼む。勝利をこの手につかもう。いよいよ決戦だね。ええ、私たちのマノン、私たちの力でダークファルスを倒しましょう。うん。
準備できた？それじゃ、頑張ろう。サルフィリア湖の神殿、ダークパルスの反応が確認された。まもなく姿を現し、進行が開始されるだろう。各員の完全に期待する。セントラルニャオ、射撃準備完了。クロフォード、いけるよ。よし、第一射開始。ダークパルス、機能低下。
をこうして、こっちをこう。よし、準備 OK。 いつでも行けるよ。これで決める。セントラルキャノン撃て。まだまだ。逃がさない。最後は君に譲るよ。散っていった仲間の分まで。頼むぞ。君にならできる。お願い、ハルファに平和を。これで終わったのね。お父さん、みんな、やった、やったよ。ありがとう。本当にありがとう。怪我した？いえ、大丈夫よ。何かあるなら何でも言ってよ。私たちチームなんだからさ。ええ、そうね。でも本当に大丈夫だから。ついにダークファルスを倒したか。計画の進捗はどうか。第三次計画進捗率 98%。 フォトン管のうち
目標値の 99% を達成。あの日から明日で500年、来たるべき日までの残り時間も少ない。正確には来たるべき日まで3141万5926秒、誤差プラスマイナス 0.05。 分かっている。計画の完了を急ぐのだ。計画の継続を受諾。次のフェーズに行こう。ごめんなさい。マノン、ずっと様子が変だったでしょ。なんか悩んでるみたいで、こっちが聞いても大丈夫としか言ってくれなくてさ。もしかしたらマノンもエアリオタウンのことをずっと気にしてて、だからダークファルスを倒せば心のモヤモヤが晴れるんじゃないかって。でもダークファルスを倒してもマノンは前と同じ顔をしてた。それで今日ちゃんと話さなきゃと思ってマノンの部屋に行ったの。そしたら鍵が開いててマノンはいなくて、机もベッドも誰もいなかったみたいに綺麗に片付けられてて、このメッセージが残されてたの。ごめんなさい、今までありがとう。これってどういう意味？何回連絡しても出てくれないし、なんかこれからずっとマノンに会えなくなるみたいな嫌な予感がする。うん、私探しに行く。まずはエアリオ中を探してみて、見つからなかったらリデム・クバリス。目撃者？町の人に？あ、そうか、クロファード！司令室に行けば何かわかるかも。